傷つきやすい人、繊細な人、あるいは共感力の高い人。こういう方っていうのはですね、相手が何を感じているかっていうことをものすごく繊細に感じ取ってしまうんですね。だからこそ、ああ、この人今、こう、こうなんだな、こう思ってるんだな、こういうこと言ってほしくないんだな、あるいはこれ言ってほしいんだな、怖いんだなとか分かっちゃうと、 あの、すごく自分の中でその部分が大きくなっちゃってね、うん。自分が思っていることをなかなか言い出せない。そういう方もね、いらっしゃると思います。本当にその相手に共感しすぎて、この共感しちゃったじゅって感じてる気持ちが、自分の気持ちなのか相手の気持ちなのか分からなくなる。そういうレベルで共感力が高い方っていうのもいらっしゃるんですね。 ねあの、そういう、こう、いろんな方がいるわけなんですけど、その繊細な方、傷つきやすい方、共感力の高い方に私が申し上げたいのは、本、えっと一つの才能です、それは。能力です。それを、恐れがベースの時っていうのは、大変だと思います。 結局、こんなこと言って相手をより傷つけちゃうんじゃないかとかね、相手が不安な気持ちだっていうことを自分が感じ取るわけですから、その時に、なんか自分が思ったことがあってもね、あ、これを言ったら相手がより不安になるかもとかと思ったら、こう言えなくなっちゃったりするわけですよね。で、こう言ったら相手がこうなっちゃうんじゃないか、自分はこう思われるんじゃないか、ああなるんじゃないかっていうね、要するに恐れとか不安というものが自分の中でベースになっている時、この、 感じる能力の高さ、豊かな感受性っていうものは苦しいと思います。ただ、あの、肯定、あるいは喜びというものがベースに変わったときに、この感受性の豊かさというのは、すごい才能なんです。だって、相手を感じることができるんですもん。 そうでしょこれ、いい意味でねこ、鈍い方っていうのはあんまり感じないんですよ。周りがどう感じてるかってこと。で、そういう人は、だからこそ、こう、あんまり人がどう思ってるかっていうことを気にせずに、自分の思ってることを言えますよね。だって、感じにくいから。こういうの、鈍感力って言ったりもしますよね。そうなんです。鈍感も鈍感力だし、 感受性も感じる力だし、いい悪いじゃなくって、それぞれにみんないろんな、あの、タイプの方がいて、いろんな特徴や能力を持ってると思うんですねで。その感じすぎる能力を持ってる人は、むしろ私は申し上げたいんです。コミュニケーション能力がものすごい高いレベルで、身につく、すごい可能性を持ってる人なんだよって。 だから、人が怖いと思ってる人、その怖いっていう気持ちがすごい大きいとしたら、その分だけその気持ちが相手への優しさに変わっていく可能性を持ってるってことなんです。すごい可能性を持ってるんです。だから、自分なんかダメだって、自分はうまく話せないんだっていうふうに決めつけないでほしいと思います。 今はそうかもしれない。まだこの不安というね、自分が感じているものがプラスのものに転じてないかもしれない。だけどすごい可能性なんです。ですから自分は話せないんだっていうふうにぜひ決めつけないであげてほしいなと思います。自分のために。